アドルフ・ドゥエー、アドルフ・ドゥエー、カール・エイドルフ・ドワイ、1819年2月22日から1888年1月21日は、著名なドイツ系テキサス人で、ジャーナリスト、著述家、新聞編集者で、社会改革家でもあった。ドイツでは、ザクセン・ゴー・タール・テンブルクの労働運動の指導者で、アメリカに渡ってからは、奴隷制度廃止論者としても活躍。 これに関する資料は現在テキサス大学に収蔵されている。彼は教育者としてはアメリカで最初に幼稚園を作った一人でもある。デュエイは1848年革命に参加し、彼の新聞にも革命派への指示をたびたび記事にしている。彼は教育一家の出で教師だったカール・エズアルト・デュエイとエレオ・ノーラ・デュエイの間の子供である。デイは 1843年9月25日、ザクセン・アルテンベルク公国のイエナ近郊のモデルビッツで、ボイスト男爵夫人アグネスと結婚した。彼女は、ボイスト男爵マクシメリアンと発見、男爵夫人シャルロッテの間に生まれた娘であった。デュエイ夫妻には、10人の子供があった、2人の男子と8人の女子である。デュエイは、4歳ですでに父親から読み書き計算を教えられた。 彼はアルテンブルクのギムナジウムに学び、その後奨学金を得てライプツィヒ大学で進学、哲学と歴史を学んだ。1841年、彼は数年にわたる遊学の旅に出、バルト海を渡ってエストニアに赴き、そこで志向師として働いた。この当時、彼はドルパト大学でヘーゲル哲学に関する論文で、 文献学の博士の学位を取得している。彼はもっぱら独学で学んできたが、かなり知識は偏りがあり、世界文学や自然科学、博物学についてはほとんど知識は皆無で、ゲーテのビルヘルムマイスターの変歴時代の中の教育集についてをよく読んでいたくらいにとどまった。教育思想家ではフリードリッヒディースターベイクに傾倒していた。 1846年になって初めて、彼は故郷のアルテンブルクに戻ってくる。この間に彼は結婚し、結婚生活もすでに3年を経過していた。故郷で彼は自ら私立学校を新しいスタイルで設立、それを指導して成功を収めた。これは古典的な教育内容から離れ、自然科学や近代語の教育を優先しようとするものであった。 彼はドイツの1848年革命前夜の運動に参加し、様々な雑誌に記事を書き、革命の目標に賛同を表明し、ザクセンアルテンブルク公国の共和派の指導者の一人となった。彼の1851年の著作、社会主義の ABC で彼はフリードリヒフレーベルの教育的見解に強く一挙した立場を取った。その革命的で、 社会主義的な関わりから、ルエイは少なくとも5回にわたり裁判にかけられ、また2度もの逮捕を経験している。その結果、1年間の懲役と職業の禁止を宣告されている。釈放後、彼は多数の知識人と自由思想家とともにアメリカのテキサスに移住した。これについては、4 8ターズを参考のこと。ルエイは1852年3月に、 テキサス州に到着した。まず、ニコラス・ツインクのテキサス州、ケンダール軍のシスターデールのラテンセツルメントに滞在、その後隣接したコマル軍のニュー・ブラウンフェルスに移り、そこで間もなく学校を設立した。けれど、翌1853年彼はテキサス州サンアントニオに移住し、そこでサンアントニオ新聞の編集者になった。この新聞は当初、 教育記事や文学記事を中心としていたが、デイは間もなく、これを奴隷制反対の意見表明の舞台として利用するようになる。教養記事シリーズの中で彼は、奴隷制を民主主義の理想と、愛入れない外役と断じ、自由の大地に自由な農民を抱えた国家を標榜し、他方面で反対側と圧力を生じた。これは、ドイツ系の体操協会の義勇兵が、 月光する奴隷制反対派の襲撃から新聞社の事務所を常に警備しなくてはならないほどになった。ドイツ系の入植者の一般的な奴隷制反対の機運は彼らを隣接したアングロアメリカ系の住民たちとはっきりと色分けした。その上、ドイツ系の人たちは言葉や文化の上でも彼らと異なっていた。彼らの日常生活は当時主に農業と手工業。 商業によって成り立っていた。その結果、彼らは、比較的小さな民族集団として、独自に生計を立てていくことができていたのである。しかるに、1854年のテキサス州議会の後、ドイツ系入植者の内部で徐々に、デイの理念への支持が薄れ始めていった。多くのドイツ系住民が、新聞に反旗を翻し、商業者は新聞に広告を掲載するのを、 取りやめるようになっていった。その結果、経営者は新聞を売りに出すことを決意し、デュエイはアメリカ人の造園家で景観デザイナー、また気候作家でもあったフレデリック・ロール・ムステッドと共に新聞を買い取った。デュエイは新聞でこれまで道理奴隷制に対する反対キャンペーンを継続し、ついに1855年2月9日の番で、 テキサス州の西部に自由な独自の国家の設立を提案した。同年、彼の新聞の奴隷制反対の主張に反感を持つ、ボートたちの手によって新聞社の事務所が徹底的に破壊された。その後、1956年には収入がさらに激減し、彼は自分の持ち分をグスタフ・シュライヒャーに売却して、テキサス州を去ることになった。ドゥエイは、 北部のマサチューセッツ州のボストンに移り、ここで幸せな4年間を過ごす。現地の進歩主義協会やドイツ系移民の体操協会にも参加し、ニューイングランドの社会にも溶け込もうとした。この時期、シラーの生誕100年祭を催したり、1859年5月6日、亡くなったアレクサンダー・フォン・フンボルトの追悼祭を催したり、している。また、 評論家のチャールズ・エイ・ダナとジョージ・リプレイによるニューアメリカン・サイクロペディアのドイツ語文法という大項目の編集を手伝ったり短期間ではあるがパーキンス盲学校でも教鞭を取った。また、検証小説への応募でファータ・マーゴアナというテキサスにやってきたドイツ系移民の物語を書き1858年セントルイスで出版されたが不評に終わった。彼はここでも また学校を設立した。それは1859年のフレイベルのモデルに習ったもので、おそらくアメリカ合衆国で最初の誰にでも開かれた幼稚園とされている。これは彼により設立された労働組合の支援によるものである。ただし、マルガレーテ・シュルツが1856年に彼女の自宅で最初の私立の幼稚園を開設している。 彼女は1859年にエリザベス・ピー・ボディと知り合い、彼女にフレーベルの教育思想と幼稚園について指導している。一方、デュエイはこの時期、ドイツ系の教員養成大学の設立計画や、その他の教育改革に手を染めていて、幼稚園にはあまり時間を割いていなかった。デュエイは共和党に入党し、ドイツ系入職者を 共和党に勧誘するため全国を旅していた。しかしながら、彼が抗言していた無神論のために反対派反発を買い、1860年にはこの町も再び去ることになる。彼はニュージャージー州の保望圏に移り、そこでドイツ系の学校の校長になり、ニューヨークのデモクラート紙の主席編集者になる。1866年にはついにニューヨークに移り住み、 そこでも幼稚園の開設に向け尽力する。彼はお送り、学校を開設し、1871年には幼稚園のハンドブックを執筆、教育の指針となるものを書き記した。これらの学校や幼稚園の校長にして指導者として、彼は常にフレーベル教育学の指導的な理念が実践に反映されるべく努力を重ねた。 1868年から1870年まで彼はニューヨークの労働組合という労働者向けの新聞の編集者を務めニューヨークではマルクス主義の指導者としても知られた。1878年から彼の死に至るまで彼は10年間にわたりアレクサンダー・ヨナスと共にニューヨーク民衆新聞というアメリカでは最も共鳴であった新聞の編集に携わった。 個人生活の上では、レイは卓越したピアニストでもあった。そればかりか、社交的な場で多くのミュージシャンと交友を持ち、60曲の作曲もこなしている。サン・アントニオ時代からすでに彼は合唱サークルを結成し、それを指揮し、その一員として1853年にはニュー・ブラウンフェルスに出かけ、そこで最初の合唱祭を催している。 彼はその人生の最後までに、総数35冊の著書と、そのテキサスでの生活についての回雇録を書き残した。 http://www.tshaonline.org スラッシュハンドブックスラッシュオンラインスラッシュ ar-ticles スラッシュ f t o 3 0 t e x a s s t a t i c ストリカル o ソシエーションのサイト内の 2-a に関する記事石川道を知られざる アドルフ・デイ・ニホン・ペスタロッチー・フレーベル学会人間教育の探求第21号2009年 P1 から22ありがとうございます。